はい、えー、山根 YouTube 動画あーがやってまいりました現在ね、ね、えー、早朝の6時半6時半でね、えー、ちょっとお早いんですけども、えー、ここはですね、えー、弊社あ、山根企画う株式会社あ会社事務所おー県、えー、内催兼、えー、YouTube 動画 マネージャー兼、えー、弊社の秘書である、えー、巨乳美女の、えー、みーちゃんの住まいにもなってる、えー、西区の、えー、場所に今マンションに来てるんですね用事でねそれで数年前からちょっとね、えー、このマンションに問題が起きてましてね というのは、えー、とここのマンションの階段付近で、えー、どうやらここの住民がですね、えー、数年前から、えー、弁当の食い散らかし、えー、弁当を外で、えー、食ってるのかあ部屋で食ってそれを捨ててるのか、えー、数年前からですね、えー、このようにですね ゴミをね、定期的に数年間食い散らかして、えー、このように、この有様このようにひどい、えー、状況が数年間続いておりまして、私、これ非常にこ,のこういう汚い状況、これ、ストレスになってましてね、それで、えっ、ー、と、 どこの部屋かどうかを、えー、どこの部屋の住人がやってんるのかっていうのを以前から何回かいろいろな方法でですね、えー、特定作業もやってるんですが、えー、例えば拡声器はない状態でこのようにこのマンションの前で大きな声を出して凱旋活動、えー、この野郎の犯人をに対して球団,、えー、球団スピーチをですね、えー 大声を出して圧力をかけたりここのマンションを管理している週1回掃除に来てくれる管理会社があるんですけどそこの人間に訳を数年前から話しててこの状況をなんとかしてもらうこと要するにその部屋のまず人間の特定それと特定できたらその件を話をして厳重注意。 そのことも並行して含めて私自身も、えー、と一軒一軒部屋を、えー、以前このマンションの部屋、合、えー、室を一軒一軒回って、えー、その確認作業もやってるんですがあどうもお特定があまだ、えー、その御社の管理会社も私もできてなくてですね非常に、えー 頭を悩ませてて、えー、ここに来るたびのストレスになってるんですよ、この汚いね、えー、この、えー、弊社のですね山根企画のですね、えー、この、えー、私のですね、えー、場所。 ね、このね、えー、私の職場というかあ経営、えー、そして、えー、妻である一夫多妻制の妻である住まい、えー、中身はあ、まあ、部屋は今はきれいにしてますが。あ その弊社ね、うん、この外がこういう状態だといつもいつも、えー、と非常にストレスがたまるわけですよここに来るたびにね私のね、えー、この聖域なる聖域なる聖域なる場所でですねこういうことされたらゆる許,せ許せないわけですよはいおやすさんどうもどうも先ほどはねご挨拶わざわざありがとうございます おやつさん先ほどねご挨拶わざわざありがとうございますね、うん、あのお,お犬ちゃんかわいいですね僕ねあの正直言ってちょっとあの動物とかペット苦手なんですけどかわいいねあの話し合いにしててもお,お,おとなしい犬ちゃんがかわいいですねおやつさんね、はい、じ,ゃじゃあ気をつけてはいどうもどうもはいえー、そして YouTube のお発信配信に戻りますが あそういうわけで、ですね、えー、ちょっと特定をね、朝早いんだけどお、これしたいんですよね、この部屋の誰がこれ、犯人なのか、もう約ね、えー、10年これ、行われてて、えー、まあそこまで大した問題じゃなかったんで、僕もちょっとね、あの放置してた部分もあるんだけど、もうちょっと、カニ袋の尾が切れてね、えー、ちょっとカルマの法則で、こいつをちょっと懲らしめて痛めつけないと、もうあのこの状況が打開できないし、 そいつもう調子に乗るばかりでね、ちょっと許せないんで、まあ多分この部屋じゃないかっていう、その検討はそのいろいろその管理会社のケツももちろん叩いてるから、その特定もある程度して、この部屋じゃないかっていうのは、目処はついてると。だけどもそのの本人のところにいい そのその口頭でね、えー、厳重注意してもおビラをポスト投函しても治らないし、えー、向こうはあやってないと一点張りで、えー、証拠もない状況なわけですよね、向こうがほらすっとぼけてるわけだから、だからその現行犯でその現場を抑えるしか方法がないから、あこのみーちゃんに、えー、いつもおちょっとその状況を、えー、ちょろちょろ。お その目を向けてね、えー、その現場を抑えてほしいとで、証拠の写メを、その瞬間をその、そいつの面とか、その現場を、現行犯で証拠の写メをね、取ってほしいっていうふうに、えー、促してるんだけど、みーちゃんにも、なかなかその、まあ多分明るい時間にはやってないんだろうな、目立っちゃうから、多分夜中、こっそりやってると思うんだよねこういういゴミのね。 こういう食い散らかしがあ約10年間ぐらい続いちゃってるんですよ。まあこれ毎日じゃないけども数日に一遍定期的にこういうことが行われてると。でこれは聖域なる我があ弊社のこういう場所で私もそのすごくそのモチベが下がるしストレスもたまるしこういう状況じゃね汚いねこういう状況荒らされてね。 まさにそのテリトリーの島内のテリトリーね縄張りをこうやって争われてねでいつでもその乗り込んでその痛めつける予定になってるんだけども証拠がないからどうしても難しいわけですよね誰がやってんのかっていう大体いい目処はついてるんだけども証拠を押さえないとやってないっていうふうに一点張りでその否定されちゃってるからそのあの 御社社であるその管理会社がその家に行ったとでどこのじゃ部屋なのか教えてくれっていうことで、えー、頼んでるんだけどそれはそのプライバシーの侵害に関わっちゃうから教えられないというわけですよだけどもこういう状況が状況だからあー同じその住民としてね同じマンションの,その住民として、えー、ちゃんと教えてもらって私もその、まあ、しがない YouTuber であるから YouTube がてら撮影をしながらそいつとね 話をしないとこれちょっとやりたい放題者勝ちの世の中は俺はそのカルマの法則という目に見えない、えー、不思議なその力によってね世の中は形成されてるので、えー、カルマの法則やりたい放題者簡単に言うとその因果応報の、えー 天罰ですよね、えー、その簡単に言うと、因果応法だとか、何、えー、だっけな、もう一つの言い方、えー、っとちょっと今、寝起きなもんでね、えー、ちょっと思考能力が普段からは少し低下しちゃってるもんで、ちょっと一つ思い出せない、えー、因果応法ともう一つ言い方がある。 えー、とにかく天罰だよね、えー、自分が悪いことをやったらあそのままあ同じような形で帰ってくる良いことをすればあ同じようなことを帰ってくるというその意味の因果応報お天罰ねそれ,それをね、えー、いろんな意味全てひっくるめて「カルマの法則」っていうわけ、えー、なぜかというとそのやりたい放題者勝ちの世の中になっちゃうからあそれがないと、えー、この世はあ目に見えない何かが ああ支配してることは間違いなく、まあ、それがそのその宇宙的なものなのか神的なものなのか霊的なものなのか、ね、そういう意味のそのこいつはああやりたい放題ものをずっと10年間続けている犯人だ、ね、不法投棄ある意味これゴミって言ってももう10年続けてるんだから完全にこれもう犯罪で不法投棄なわけだからこの野郎許さないからなほんとよおいこうやって今俺がここで。 なあわざとてめえのマンションの前でなあ凱旋やってんのもてめえに聞こえるためにやってんだよおい分かってんだろてめえお前出てこいよおいこの野郎お前わざとこれやってんなこういうことお前よお前だけは絶対許さねえからなお前よ注意されてんだろ管理会社からで 1>, 1年ぐらい前にも俺がここで外旋やったよなこういう形でよでてめえその時なお前休日の日曜日だったしなあお前どうせ仕事もしてねえよなあなあお前生活保護かなんかのお前人間だろお前どうせまあ仕事もしてね、まあ平日だったら仕事行ってる可能性あるけどもなだどっちにしろお前日曜日のお前よなあ休日にこっちは外旋やってんだよてめえに向けてよ なあ日曜日はお前どっちも仕事してようがしてなかろうがいるだろうお前どうせお前お前無職の生活保護のよう人間だろうがなお前な聞こえてんだろお前おい犯人出てこいよ俺が今言ったお前項目のお前よおいこらお前これ 前もこうやって忠告したし管理会社も言ってんのにお前まだやめないでお前今日もこうやって言ってなしらばっくれてんならお前家に本当お前乗り込んで突撃するぞお前襲撃するぞお前おいてめえ分かってんだろお前ええー 朝早くにここにお住まいのこの近辺にお住まいの住民の皆様朝早くからうるさいご迷惑をおかけして申し訳ございませんあなたたちにご迷惑をかけるつもりは一切ないんですが何せ10年間ちょっとですね不法投棄犯人追い込み YouTube 動画の方を撮ってましてどうしてもそのちょっと私まあちょっとここ会社事務所をあって朝早い えー、ちょっと今日ここにちょっと用事があったもんでついでにこれやってましてこの時間になっちゃって申し訳ございませんおいお前犯人出てこいよ不法投棄の10年間やってるよてめえこの野郎お前これもちろん今から YouTube にもアップするしなで再三お前警告されてるにもかかわらずまだ嫌がらせするんだったらお前大体お前家わかってるからよお前の次はあ突撃なお前襲撃動画撮るぞおい 不法解き犯人おいお前分かってるよなてめえ自分がお前これ YouTube 動画あー配信するからでちょっとおしばらくなこれまあ,あーこの YouTube はちょっと再生回数が分け合って ちょっと少ないけどもこれしばらくお前再生回してはいたびたび山根、えー、YouTube 動画ですたびたび先ほどの続きになりますが、えー、なんとですね、えー、今あこいつのゴミ不法投棄のゴミのね えー、残骸をいろいろ調べた結果なんとですね はい、えー、なんとですね、本人のですね、えー、手がかりの証拠、えー、そのゴミと一緒に、えー、捨ててある、えー、本人のお証明書類が、残骸が、あいろいろとおここにい散らかって一緒にい発見しました。やはり、えー僕たんえー、2023年、 えー、人生史上トップ幸運運勢のうちの1つつく裂があ、そのうちの。えー 運勢、えー、炸裂のうちの1つがあ炸裂しましたイエーイこの書類でね、えー、完全にこのこいつがあどこのやつなのかあ判明しましたイエーイバカだねこいつは証拠を残しやがってなあこの書類見てみろよてめえが一緒にお前 なあ、散らかした書類だよ。なあ。ここにはお前の。 なあ住まい名前は書いてないけどもなあ調べれば一発でわかるからなお前覚えておけよこの野郎だからカルマの法則があるっつってんのこういうふうにお前どっかでボロが出ちゃうんだってこういうことやってるとお前バカだね食い散らかしの残骸にこいつは、えー、証拠の書類、えー、身分、うん、バレる正体がバレるよく例えばあ,ある事件犯罪,犯罪事件でええー 自分の正体が分かってしまう何かを落としていくっていうね証拠が出ちゃうっていうねこいつはそれをやってしまいました証拠が出ましたこいつの犯人の身分があ特定されちゃうねうんこれお前これ今から持っていくからいろんな捜査機関にな警察を含むなこれでお前一発でバレるぞお前がどこの誰だかそれ分かるよなお前なお前覚悟せよお前 どこの誰だか分かんないけどもこの部屋の住人には間違いないんだから分かったかお前犯人正体バレたぞこれ YouTube にもこれアップするしよし楽しみだなこの結果がなまた追って、えー、世界一山根ブログ YouTube の方にも追って、えー、結果の方を、えー、発表しますんで皆様ねこうご期待ねあこいつのお正体がバレる,バレるう身分のお書類 新情、ね、書類があ発見しましたああゴミの残骸と一緒にねバカだねお前ねだからバチが天罰下るんだってお前な分かった因果応報簡単な言い方すると当たり前だろお前こんなことお前10年間もこの野郎お前続けててお前お前ここのお前会社が誰のお前な誰のお前この会社だか分かって,かってねえだろお前 どんなお前恐ろしい人間がここにお前なあ会社事務所あんのかお前なあてめえネット検索で調べてみろお前これは山根健一だおら分かったかお前なあそ,その姉さんもここに住んでんだよお前弊社秘書のよバカ,やバカ野郎お前なあそこまで言ってなかったけども今までなあお前なめてんじゃねえぞお前 ただのお前、住民のたわごとだと思ってよ。なあお前、放置してたんだろうがななめやがってお前、この野郎。なあお前、必要枠って言うんだ、こういうのよ。てめえみたいなお前、野晴らしにできない。なあ俺様みたいなお前、ダークヒーロー。ななあアウトローお前、王子のお前、ダークヒーローがお前、こういうことを世直し運動することによって、お前、世の中も変わっていく部分があるんだ、お前。わかったか、こら。 お前ちょっと結果楽しみにしてろよ、お前ただじゃお前済まさない、許さないからな、これ犯罪なんだから、お前、今までやったこと許さないから、何かしらのおとがめな法的とお前武力行使でお前行うから待ってろよ、お前分かったかはい、皆様、これでえこの放送は、配信は終了します。お疲れ様でした